強くないなって思う。あ、これでそうですもんね、うん、なんでそのチーマン切れんのみたいな。多分なんか降りてそうなんだよね。今度3曲です。ドラ番が高橋になります。ドラがウーマン。おおお、ドラ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 。タミヤもね、夏木さんかなり見えそう。なんかトイ曲の感じになってるような少年、うん、はトンスーと。あドラがない。うん、ドラ受けはある、うん、あートイ2ですか、ね、これ2層か。ああそう、ああそう、まあ自然な捨て牌にするってことですね。うん、自然な捨て牌って468だったら次4切るみたいな感じですか。468からどういう感じできるのか。8切ってから、あでも86、そう、普通に真ん中から切って、あ、端から切っていくっていうパターンですよね。まあ両面変化も残りますしね。ああ、3を引いてってことですね。まだチートイツになるかどうかは分かんないですもんね。こっから単品変化とかも全然あるので、うん、まあでもチートイツですね、今の4を離すってことは。ということは次からそれの方針が見えるような。そうですね、もう864と切ってしまったので、うん、もうなんかもう普通ではなさそうですよね。なんか想図だけ通るみたいな。ああ、ニャンカン連打。なんか単用じゃなさそうじゃないですか、もうすでにね。ああ、そうですね、なんか468バンバンバンって言って単用になってることなんかあんまなさそうなんでね、うん、よっぽど2色が多いみたいな、ね、うん、まあ、多いっちゃ多いか。あとはまあ出てくる牌を見て、うん、なんか合わせ打ちとかよくされたら、あ、チートイツかなとか、うん、さあなかなか、うん、これもいいジャンテンなんですよね。ピンチーマンです。3ピンチーピンですから変化も十分あるし、上の高橋が強いシャンテになったんですね。うん、全然本人は面白くないなって思いました。あ、これでポン、おお、ブクブクにはせずにドラ受けを優先して、あと親弦を持ったと。うん、これは広げるか。今は親のゲームスターでだいぶ引っ張りそうですね。うん、ああ、これで単品イペコだ。うまくいけば。うまくいけば。チーマン引きたい。おお、これでも先にウーマンも引きたい。これでもチーが入りますね。で、チーペンですね。テンパイはもうしょうがないですね。はい。まあでも打点が安いので、トーネの仕掛けはね、はいはいはい、そうですね、まあピンズとパンズの上か。ここ闇点来ましたよ。ピンズとりあえず1枚いきましたね。パピン闇点、ピン山、パンピンドラ、さっきの反省を生かし、え、カンチーマンテンパイドラで入りましたか、高橋。そうですね、キャンペーコーまで狙った。うん。まあ、ムーマン引き戻しもあるのか。くっつきと。親でテンパイ崩したんですね。あと、ピンズがちょっと嫌だったってことですね。ああ、そういうことか。仕掛けもね、2フル入ってますしね。うん、なんか、ノータイムでやってますからね。なんか、チーマン3枚でも見えてたかなと思ったんですが。ピンズは嫌だ。嫌だとするならば。嫌だ。いや、選ばないといけない。で、チーピンが通っちゃったんですよね。ランペイコンするならアローピンからいったが、これが当たり。まあ、3ピン切っても当たりということですね。そっか、ニフーロのトロネに対してっていうのもあったんでしょうね。